今回紹介するのは「ついに愛国心のタブーから解き放たれる日本人」という本です日本に長く関わってきて日本のことをもっと深く理解したいと努力を続けてきた私が長年一番書きたいと思っていたことを書きましたアメリカ人だから分かった日本の素晴らしさの核心とは日本人として知っておくべき 驚きの日本人論。ケントさんの本は文庫版まだ GHQ の洗脳に縛られている日本人に続く2冊目いくらか語り口が平易になった気がするその分予備知識がなくてもスラスラ読めた秀逸だと思ったのは愛国心の定義母国とは英語ではマザーランドというが愛国とはこれと同じように母を慕う感情に近いいわば「 人間が社会生活を営む上で自然に備わる感情だということが理解できたところが日本では愛国心の持ち主というと右寄りというかネガティブな感情が与えられるもちろん露骨な排外主義的な行動は論外だが外国の理不尽な干渉日本を貶としめるようなプロパガンダに対して毅然として反論 抗議していくことも必要だろうそれはいわば母をしたい子供を守ろうとしようとするのと同じように自然の感情であってそれを否定して一体何になるのか読後不覚にも涙が流れた驚いたのはケントさんが非常に日本の文化や伝統に詳しいこと大学時代に日本論を専攻してからずっと日本のことを勉強してきたようだが その熱意にには本当に頭が下が下る思いだ。多くの方に一読を勧めたい。戦後72年目の夏に以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。